さあ八島なんでね、鳥海山もね、綺麗に見えてますね、真っ白ですね。まだまだ、鳥海山の雪が溶けたら結婚しようっていう話をね、プロポーズの断り文句というか、そう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 。できもしない約束に返事するときは、わかった、鳥海山の雪溶けたらなって。そんなのあるんですか？あの本庄あるあるです。バッケ。いや本当にバッケだ。はい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 。あるある、終わってる終わってる。春に近づいてますね。本当ですよ、芽吹いてますよ。うん。でもこうやってのんびり歩くのいいですね。昨日駅前まで歩いて行ってきた。本当ですか？ちょっと買い物してくれ。いい運動ですね。意外とだって結構やっぱり気にして歩くようにはなった。そっか、あんまりこう運動する機会とかもないから外に歩こうみたいな。特にやっぱりそんな歩くのなんてそんな負担もかかんないし。お、何やらそれっぽいお店が。ああ、ここですか。あののれんじゃないですか。ああ、あれが。これまた多分でっかい民家の一角というか。う、ラーメンタウン Y!S!M! 揃いましたね。3回目ともなるとね、揃ってまいりました。さあ続いてやってまいりましたお店なんですけど、はい、先ほどのクーロンさんがもうすぐそこに見えてます、ね、見えてますね。屋根すごい案内になってます。食べ終わってからまだ5分も経ってないぐらいそうですよ。来ましたね。あの後ろには鳥海山とね、綺麗だな、ね、綺麗ですね。見えますね今日は。はい、じゃあこちらはぜひバリトンさんにリポートをしていただきたいと思います。一つよろしくお願いします。はい、じゃあ3軒目お食事所高野さんです。ご覧ください、縄のれんが、ね、ちょっとしみじみと、あのリポーターの私、縄のれんには思い出がありまして、はい、ね、あの近所の実家の近所のね、友達のお母さんがやってる小料理屋さんの一人で行って、縄のれんこを揚げて、ひぎどを揚げた時にすぐママさんが、あ、ひろちゃん今日ダメって言われて、俺何したべえと思って眺めたら、うちのとっちゃんが知らねえ女の人と二人で飲んでたっていう。なんちゅう話ですか。我々が知らねかっただけでね、大体分かんないけどね。縄のれんをくぐるたびに思い出す、はい、あ、とっちゃんさあ、とっちゃんいたかな。お食事ところ高野さん、はい、ね、もういいみたいなので、ほら縄のれんもこのほど人の出入りであれば、ね、よりもほどけるっちゃう話ですね。歴史感じますね。多分ですけど、こっちから入ってこっちから出るんですね。わ、ね、かりますね。なんかね、やっぱり人は右側歩くな感じなんですよね。なるほどなるほど。じゃあ縄のれんがせっかくだからこう行きましょうか。はい、やってるってね。ガラガラガラ。よっしゃ。ごめんください。どうも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 。お邪魔してよろしいでしょうか。あ、2階でいいですか。失礼します。ずいぶん広いお店で、ありがとうございます。お座敷が広い。お座敷だらけ。ここもやっぱり宴会スタイルですね。このままいいですか。そのままでそのままでいいですよ。はい、じゃあおいでください。はい、どうぞ。おおおおおお、これはいいですよ。すごい。あらあらあら。もうここだけでひな巡りできちゃう。ひな巡り。お邪魔します。わあ、これはいい。吊るし雛かわいいですね。七段に吊るし雛。これ、いやあ、みんな自分らで作るんだべな。これ。すごい。これはすごい。圧巻ですな。見事。かわいいですね。これは、あ、これヨーヨーキルトって言うんですよ。へー、ヨーヨーキルト、はい、これこのくらいの円をこうぐしぐしぐし縫いしてギュッと絞ってこう集まるんですよ。昔これだけをこうつなぎ合わせたスカートとか洋服とか津森千里さんであったもんでした。これやっぱり節句までこうやって飾ってるんですか。あのね、3年前にね、はい、全部飾ったら中止になったの。ああ、コロナで。コロナ、はいはい。そう、宴会もみんな中止になったの。はいはい。それでそのまま。あ、そうですか。今年も中止になった。ああ、だから
せっかくだからずっと飾ってると。みんなキャンセルだからね。あ、うん、そういうことで、これは全部こっち作ったやつですか？すごい、ご自分で？すごい。これ藤の花も一つずつ。そう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 。これはあのつまみ細工ですね。さすが。こうやってこうピンセットでこうつまんでね。新聞に載ってるの上手だもんね。いろんなバッグでも載ってる。新聞男子なもんで。そうね、いいね。はい、お食事頃小屋さんの2階宴会場ですな、これね。いやさっきからね説明聞いてますけども、この見事なひな飾り、ずっと今のところずっと飾りっぱなしで楽しんでもらえてるらしいですけども、もうな見て飽きですもん、ほんとね、縫い目見てくて縫い目フェチですからね、縫い目フェチ、ほんと縫い目フェチだから、あのおすすめっていうか、あの今日この季節だからなんこれだなみたいな、なんかあるかな、なんか彼氏この前言ってオムライスがいいって言ったからオムライスでもいいし、あ、そっか、オムライス、でもか、うん、オムライスの中はチャーハンですので、あのトマトケチャップでしたやつじゃないんで、中身はね、チャーハンが包まってました、あと五目とかね、醤油味でとろみが入ってるとかね、あんかけ焼きそば、多分結構コンスタントに出ますね、カレーラーメンも出ます、大好きで食べる人も食べに来る人もいます、僕チャーハンとオムライスが好きなんで、しかもそのオムライスの中がチャーハンって聞いたら、食べないわけないそうですよね、僕ひと、はい、とりあえずオムライス1個、はい、じゃあオムライス小をもらっていいですかね、じゃあ、あ、小ね、はい、わかりました、はい、じゃあ私カレーラーメンですかね、はい、うん、いいですか、よろしいですか、あ、普通で、なんかあれだよ、あんかけがいいらしいよそうですよね、今そうだなって思って、今そうですよね、今ちょっとあんかけかなって思ってるんですけど、ちょっと一個前にあんかけ食べちゃったなって、じゃあ無理しなくてちょっと食べちゃったなって思うんですけど、おすすめなんですもんね、結構出ます、それも出ますね、うん、片焼きそばです、あ、片焼きそば、じゃあそれにします、じゃあ分けて、お願いします、はい、はい、お願いします、あとおビールいただいていいですかね、瓶ビール、生ビールどちらがよろしいですか、生もらえますか、あ、もし生あれば、生ビールいくつでしょう、はい、生2つでいいかな、2つビール以外でもいいですか、ビール以外って何ありますか、ここにあとジュース、オレンジジュース、コーラとかカルピス、アルコールだとチューハイもある、チューハイノンアルコールもありますよ、ハイボールでもいいです、ハイボール、ハイボールむしろアルコールだったんでいいですか、すいません、ちょっとせっかく飲める機会なんで、はい、いただきますね、さあ、お飲み物もいただいたので、はい、うん、ハイボールいいですね、うん、なんか硬い、硬いの好きなんですハイボールが、じゃあ、ね、せっかくだからいただきましょう、はい、いただきます、いただきます、なんかビールあんまり合わないんですよね、オムライス、はい、もう来ました、はい、はい、どうぞ、はい、ね、あれ、これ小ですか、これ小これもうちょっと大きいんで来ます、普通は今回はちょっと小で、美味しそうですね、小でも大きい、はい、どうぞ、はい、はい、はい、どうも、おお、なるほど、なるほど、意外とね、カレーの香りはするけど見た感じそんなカレーはしてないですよ、お待たせしました、ありがとうございます、おお、美味しそう、美味しそう、はい、どうぞ、かさ焼きそばだ、いただきます、はい、いただきます、うん、あ、カレー前にあのカップラーメンをアレンジしましょうっていう、はいはいはい、あの時を思い出す、おカレー入れだもん俺、あ、そっか、入れましたね、うん、レトルトのカレー入れで食べ、はいはい、麺がちょっと太めの中太ですかね、うん、スープで味わうカレーと、麺で味わうカレー違う、おー、なるほど、麺の方がスパイシーだ、へー、変わるんですね、スパイシーは言ってもいいよな、いいと思いますダメだ、あれはない言いますね、断面カメラを意識してくださいね、はい、こんな感じで、そうそう、よいしょ、
ほら、ほらチャーハン、チャーハン入ってる。めっちゃテンション上がる。チャーハン美味しい。本当だ。うん。うん、もう食感は本当にオムライス、うん、オムライスを食べたってずっと噛んでるうちにオムライスオムライスチャーハンチャーハンチャーハンすごい、どっちも味わえるんですね。うん、なんかカツラーメンを超えた感じのね、うん、組み合わせを今なんか家で遊びで作ったりするようなことあるかもしれないけど、ちゃんとやるとこんなに美味しいんだな、やっぱり。うん、おいしい。なんかすごくソースの香りがするんですよね。ね、色味がなんかもう、うん、ちょっといただきます。うん、焼きそばが餡になった感じです。焼きそば味だってあんかけ焼きそばだからね。いや、なんていうか思ってたやつと違うというか、固い焼きそば、うん、あんの塩梅は何とですか。何パー。あんはですね、75ぐらい。おお結構なあんだね。とろみがあります。さて皆さん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、目がたのも腹つえな。いやー、うん、さすがにね、うん、やっぱり相当来ましたね。渦町もハイボールで行きつけたみたいなのでね。そうですね、次のまとめの4軒目はまた渦町。あ、そうですね。いやいやいや、いよいよ、いよいよ満を持して、お譲りします。次がいよいよ4軒目です。はい、うん、なんかあっという間ですね。だね、あっという間ですね、うん、間隔が狭いですからね。でもなんかいろいろなお店それぞれの特徴があって、うん、いろんな店主の皆さんにお会いできて、うん、ごめん、ほら、あと1軒目の様子忘れたで。どういうお店だっけ。1軒目は駅前の、はい、あーあー、なんだなんだ、はいはいはい、あ、2回目だったのに。そっか、そうそう、あそこはまあ宴会っていうよりもね、本当駅前の、うん、駅前食堂って感じだったけど、うんうん、農業のよ、うん、あのもう田植え上がった後が、はいはい、稲刈り上がった後がって何がするこう集うことあるから、うん、そういうことでねえかな。まあ確かに、集まってご飯食べてお酒飲んでみたいな、ね、昼間夜もやってるっていう。やっぱあの酔っ払った父さん方のとこよ、母さん迎えに来ねえもねえなや。だ、あんたのせいで飲まねえんだって、そうそうそう、私だって飲みたいんだよっていう傘方の集まりがこうだったりしてね。いいな、でも なんかこう町内ごとなんかのそういった地域ごとで集まりって多い感じすな、うん、こういうところってな、コミュニティがね、うん、そういうのいいですよね、うんうん、あったかい感じがしますよね、うん、ラーメンタウン Y S Mはい、ということで、はい、八島ですね、ね、いよいよラスト4軒目、4軒目ですよ、あっという間です。はい、うん、で本当にパーキンは天気に恵まれますね。そうですね。うん、天気に恵まれた時だけそういうだけだね。そうですか。なんかあんまり天気悪い覚えない。天気悪い時もありますよね。あるよ。ありましたっけ。ちょっと、うん、今日は天気がいいなと思って、ね、はい、今日良かったな、ね、うん、良かった、鳥海さんも綺麗でね、はい、ということで、じゃあラスト、あの我々のね、うん、あのプラキンなりのも見たと思いますし、はい、そうですね、最後バシッと総集編で決めてもらう。やっぱ私ですか、ここは、うん、4軒目は、はい、こちらのお店になります。ドンペイさん、お、はい、お食事処どんもの定食、味自慢と書いてありますよ、うん、じゃあちょっと早速行きましょう。なんか、そうですか、はい、はい、ハイボールありましたね。じゃあ行きます。ちょっとね、いい感じにちょっと回ってますけど、失礼します。よろしくお願いします。お邪魔します。ごめんください。お蕎麦のメニューが多いですよ。
あとはとんかつ定食とかいろんなメニューありますね。本当ね。本当だ。ちょっとゆっくり座ってお話を聞きましょうか。はい、すいませんお邪魔します。はい、お邪魔します。あのここはお蕎麦が多いですが、はい、お蕎麦屋さんですか。はい。どれぐらいになるんですか。25年ぐらいになりましたね。何が一番おすすめなんですか。天ざるそばですね。あの麺類で言えば。お名前がどんぺいさんなんですか。はい、どんぺいさん、はい、あ本当に名前なんですね。 あだ名から取った店の名前なんです。あだ名どんぺいってあだ名で呼ばれてて、そうそう、ね、なんでまたどんぺいなんですか。だ名元はどんぐりなんです。どんぐり、どんぐり、あどんぐりお名前は、名前は伊藤忠志と言います。よさがあれどんぐりってあだ名からというニックネームが、はい、おろろろ、そっからどんぺい、小学校の頃からそう言われてました。なるほど、シャバダバオみたいなもんですかね、そしたらいろんなところの共通点がありますね。そうですね、なるほどなるほど。どうしましょう、食べるのどうしますか。4軒目なもんだよ、ここがいろいろ食べてみましたけど、やっぱり一応麺のねあれできたから、僕はちょっとラーメンですね。お蕎麦もぜひ食べてみたい。そうですね、はいはいはい、ここお蕎麦のがメインっていうかあれですからね、うんうん、なんかあの家でお昼ずっと月見蕎麦とか、うん、そういうのばっかり自分で食べてたんですよ、うん、そしたら私買ってたお蕎麦が蕎麦粉が10% だったんですだからね、まさかやっぱりお店のお蕎麦をやっぱり、あそうですね、ね、はい、せっかくなのでその、うん、天ざる、はい、蕎麦で、蕎麦、ちょっとお蕎麦屋さんに来ると、うん、天丼食べたくなりますね。あ丼ぶりもねいいよね。なので私は、うん、エビ天丼で、うん、ちょっとご飯を少なくしていただけたら嬉しいです。はい、例えばビールとか大丈夫でした。確かにハイボールはないですね。ハイボール寝ますか。ハイボールってないですよ。ありますよでは、いただきます。いただきます。この天ぷらの香りがね、うん、軽やかで、さっきまでお腹いっぺなな、なんとすかなと思ってたけど、うん、ちょっとリセットされた感じする、うん、これ不思議ですよね。だから、うん、このなんだこの美味しい香りって。甘い香りだ。たくさんありますね、種類が多い、うん、天ぷらの。じゃあ、エビからいっちゃおう。いただきます。天ぷら、うん、おいしい。タレが甘めでご飯にも染みてます。いや天丼好きなんですよね、うん、そばめなんかやっぱり家のそばと違う。めどうですか、いろいろなラーメンを食べてきましたけど、またそれぞれ違います。味がやっぱりすごい、あのちょっとやっぱりこうコクがめちゃくちゃある醤油ですね。あっさりというよりは本当にこうまとわりつくぐらいの、うん、醤油感がすごい。はい、すみません、ありがとうございます。ハイボールに乾杯。はい、うん、ハイボールにさせていただきました。お好きがお好きでしょうに乾杯です。佐藤さんどうですか、天ぷらは。うん、天ぷらサクサクで、うん、程よい衣の厚さがちょうどいいです、うんうん、子供の頃から家族で、うん、はい、そういう天丼とか食べるんですか。え、そうですね、なんかお蕎麦屋さんとかに行くと、うん、絶対にセットにしたいです。お父さんエビあげるようなんて言って。そうですね、何そう物語作れたから。すいません今おだこで座ってんの。芋お父さんもらうよとかって。全部もらうよ。ポテトはお父さんもらうよ。意外と飲めだなこの子な。まだ2杯しか飲んでないですから今日。まだ2杯しか飲んでない。
最後の4軒目も美味しかったですね。いやありがとうございます。満足満足満足がもう今この辺にね4食入ってます子さん、うん、はい、漏れなく入ってますよ。美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。すいません、うちのはずまがメニューにないものまで頼んでしまう。ちょっとこちらのハイボールメニューになかったんですがちょっと出していただきました。ありがとうございます。ね、巨大サスボッコまでもらってね。山菜取りが趣味なので、メニューにない料理とかもそれこそ出てきたりとかね。たまにはただある時とない時と、毎日行けるわけじゃないので。ね、分かった。春の恵みだな。リポートして。最後締めてほしい。最後リポートですか。リポート締めて。そう言われるとなんていう。もう一杯みたいな。皆さんでもう一杯になりますけどいいですか。ちょっといい感じにほろ酔いになって、あ、そうですか、はい、お昼から飲めて幸せでした、はい、うん、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さあ、お送りしてまいりました八島のですね、まあ、4軒飲食店を巡ったというね、はい、感じで、麺にこだわらず、うん、いろいろと、はい、料理をいただきました。いやー言ってる、まあいやいや戻ってきましたよ。うん、うん、戻ってきた。焼肉弁当美味しかったですね。あ、そうだ、焼肉なのね。あそこからまずコーナーの企画が変わり始めたもんね。すいません、ちょっと僕のラーメンも美味しかったし、うん、まあね、もやしはトッピングっていうかあれだったけど、うん、はい、親鶏の出汁、はい、本所だなって思いました。地域のね、ならではなだなっていう感じがね、うん、はあ、そして2軒目は町中華のクーロンさんね、うん、はいはい、こちらも僕はまあおなじみのまた中華をラーメンを食べさせていただきましたけど、これまたいろんな出汁がもう効きまくってる非常に美味しい醤油ラーメンでしたし、とろみ私何パーセントって言いましたっけ。 40%。 自分で忘れちゃいました。チンマー味噌ラーメン、うん、なんかネーミングで頼んだけど、うん、私が小学校の給食以来、うん、ピーナッツバターを食べたかもしれないという、ね、そちらが本当、うん、いやなんかすごく充実感すごくないですか、うん、ここに今全部入ってまだ何一つ出てませんからね、うん、ちょっと水分だけは出してたけどね、うん、最後にラーメンタウン YSM やってねえか。さようなら。